ないか。とかけらで強化できるとこ2しか増えねえ。頭は外すことも多そうだから後回しかな。足とコテ。で余ったポイントでレベルアップ。ロード中かな。遅いな。2だな。3は上げれないな、これ。とりあえず筋力30。あ、3上げれた。ラッキーぴったりじゃん。これは助かる。これでグレソも普通に装備できるようになった。かがり火だ、かがり火。ここに行く前に、橋のたもとから行った方が近いかな。四郎から戻る方が近いかな。人間だからね。アコムシすると大変なことになりそうだよね。近くになってる。助かるね。ほらね、こんなことになっちゃうから。戻るの危険だな。こっちから戻らない方がいいな。どうしようもねえよ。まだこれ取れてないんだよな。飛び降りるのか、あれ。もしかして橋の上から。あ、そういうことか。俺が今から行こうとするところかな。もう40なんぼで死んでるからあんまり気にせずに。ここ敵いたような気がするんですよ。大丈夫か。ここから飛んだらいけそうだな。その後死にそうだけど。ああ無理だ。ジャンプしたら届きそうな感じもした。でローリングになった。ジャンプにならなかった。翼が、あ、こっから飛べそうだ。よし、やっほー。あれ、前転して飛び降りちゃった。ってことはやっぱ真上から飛び降りんのかな。から着地と同時に前転しちゃったぞ。ここどこだよ。脱出地点か。おお毒。おう、高名な騎士のソウル。標的。ある意味標的だけど。あんまり意味ないな。どうやって帰るんだこれ。
下アイテムあるよ。どうしようもないだろこいつ。ちょっとかわいそうだけど。めんどくせえな、飛び降りて戦うわ。めんどくせえな、止まれよ。よっと、死ぬ、毒にされたら。飲め飲め、毒はしょうがないとしてアイテムだけでもゲット。リカールの試験、今回もあるんだ。これ開くよな多分あれ、ちょっとあいつ殺しておかないと。ちょっとここが危なすぎる。機関使わないと帰れないとかはないよな、いくらなんでも。どうにか脱出の方法はあると思うんだけど。脱出の方法がないのか。みんな死んでるしな。あ、脱出の方法なさそうだ。効かなかったらダークリングかなんか使って帰れってことか。いかにも飽きそうなのに、ここしゃあねえか。しゃあなしだな。ちょっと早めに飛んでみるか。だよな、どうしようもねえよなこれ。今作れないかな。もう弓がないんだ、弓が。どこだっけ、あれか。確実に毒ゴケ落とすな、あいつ。すっごい痛い。で、行く道としてはこっち。ザコを早めに殺してあいつとの戦いに備えよう。ついに。せっかく倒したけど
この奥倒し直しか。まあ一匹ずつ戦ったらそれほどでもないからな。あ、上にいるじゃん、ちゃんと。ワンコンで終わるし、そこまででもないな。ふう。しかしヒットポイントも高い。ちゃんと上にいるのがわかる。スタミナマックスだと4回攻撃できる。ここで調子に乗ると死ぬから気をつけましょう。で足元に注意。ここがさっきの飛び降りる場所だと思うんだけどな。これか。ここから落ちるのは最後だ。まずは行けるとこまで普通に。不死刑場。あ、またここ新しい。いきなりいる。重騎士系だなこれ。あんまり強靭はない。機械で山。両手持ちにした。これ殺しきれんの？大したことなかったっす。飛び降りたいんだけど、なんとかかがり火かなんか確認してから降りたい。雲ある。あ、またボス。ボスだらけだな。お、開いた。これは古代ローマの「チャリオット」。あ、嫌な予感しかしない。隠れれる場所がない。全然飲め。この辺隠れませんか。これ、オッケー。お、隠れれる。よかった。ダコもどんどん復活してんじゃん。よっ。あ、なんかある。ないわ。消えかけのソウルがすごい手に入るけど。なんかある。どうだ。止まった。止まっても結構強い。
待ってからが本番がそういう意味では。いや、そうでもないな。ゲロ吐いてる。エスト切れちゃった。やばい。ちょっと走って逃げますよ。ちゃんと装備しとこう。全然勝てる戦いだった。ちゃんと装備しておきましょうと。あと1個ぐらい回復あったら勝てた。いや、とりあえず今回はあれ取ろう。ザコガンムシダッシュ。だいたい救済措置かなんかわかんないけど、だいたいボスまでダッシュで全ザコ無視できるようにできてんだよなこれ。多分ここも駆け抜けたら合わなくて済むんだろう。飛び降りるか一回。ここかな。よし、パロスの石、真偽の証。うん、これぐらいなら許容範囲か。さっきの赤い人がまたいたら嫌だな。左に飛べそうなんだよな、ここ。おう、間違えた。諦めよう。うん、止まるな。止まると死ぬ。立ち止まるとちょっと大変。あっ、左側、左側だと思った。ちょっと上からに視界直しとこう。で、右でここを左にビッと。あともう止まる、止まると死ぬ。ギリギリいけんのか、もしかして。使い切ると同時に入れるぐらい。マジで勘弁。いけた。とりあえず1回目隠れてと。おお、やっちゃった。合わなかった。で、弓で殺される。あかん、これはガードしてから突っ込む。何ここ穴。ぴったりいけると。
迷ったっていうか入れてなかった。面で一遍振り向いて、よし、やめ、無理、ちょっとリスクがでかすぎる。駆け抜けるのはリスクが高すぎる。普通に倒しながら行こう。白サイン結構大量にあるな。復活した後はちゃんとかかりましょう。二人来てる。うっす、ね、なんで全員来てんの。無理だったらバスタードソード鍛えながら行くぐらいの気分で行こう。だけど、あ、かわせた。ローリングで頑張ったらかわせるんだ。ふぅ、パリーからの致命取られてんだけど。その発想はないわ。ありえねえ。どうしてもかわさなかったときはローリングしよう。一応ここで復活すんな。やっぱそうか。嘘だろ。着地からの攻撃とか。まずはここで。まさかの致命。まずは1回目とりあえず。
よし、次のやつどこにいるんだ。あれ、もう一体の魔術師が見当たらん。復活した。ダメだよ、こいつら死なねえのかよ。このアイテム回収してなかった。S とプラス1できるか、これで。まあそれよりも、あれだな、ちゃんと倒していく。ちょっと我慢できなかった。ちゃんと1回目の魔術師殺したら、そこでスケルトンを消滅させてしまわないと先進んじゃダメだな。よし、まずはお前を殺す。し、切れてない。縦地。まずはこいつらを。まさかの致命。とりあえず一つ目は OK か、二つ目目指すか。うわ、まさかはみ出てた。飛んで死んでもらおうかな、そっちの方が安全かな。当然のごとく終わらないから、次の復活させるやつどこだ。よし、これで
これで OK かな。片付けれたな。よし。これでやっと戦える。安全に行こう。一発ずつ一発ずつ。F 中は好きだな。スタミナは安全めに。耐えれるけど飲んどこ。この突進はダメなのか。やっぱ近づいとく方が安全だな。やばいやばい。飲む。ラスト。これはもうちゃんと前転でかわす。オッケー、もう終わりだ。あー、つらかった。ふう。相変わらずのソウルをもらって、ではここは抜け道、逆走すると即死の穴。アイテムは勇敢な勇者のソウル。よし、越えれた。俺はやった、俺はやった多いな。よーし、超えれた超えれた。なんかいる。多分敵じゃないよな。話す。What is it? なんだよ、小さいな。ああ。What is it? 君みたいのにここはくだらないよ。ああ。お、かがり火。一回パラメーター上げてもらいに帰っとくか。